コーヒータイムということで、今日はね、ノグコーヒーのナチュラルのコロンビアですね。ということで、まず蒸らしからね、いきたいと思います。このね、ナチュラルのコロンビアね、このバナナみたいな香りがするんですよね。それがね、すごくいい、甘い香りがしますね。でね、このお湯を垂らした時にまた上がってくるニュアンスみたいなのも少し変わっててね、美味しそう。で、今日はね、今日はというか昨日の動画でちょっと話したサンバデアミーゴをですね、昨日の夜いつもね遊んでいる、ゴジラインっていう、イナゴゲーマー集団がいるんですよ。イナゴゲーマーって言い方があれですけど、新作が出たらとりあえず飛びつくっていうね、そういうゲーム集団がいるんですよね。で、そこの中の人たちとよく遊んでいるんですけど、でそれでサンバデアミーゴ対戦しようぜっていう話になって昨日対戦してたんですけど、いや想像のね10倍ぐらい面白くて、その Wii の Wii じゃないわ、スイッチのね、リモコン、ジョイコンっていう風に言われてますけど、ジョイコンのね、入れ終わってしまった。早めに落とすとね、すぐ入れ終わっちゃいますね。とりあえず、コーヒーをいただきますかね。はい、コーヒーいただきます。いい香り。美味しい、最高ですね。で、サンバでね、アミーゴなんですけど、想像のね、10倍ぐらい面白くて、その Wii ってさっきから言っちゃうけど、スイッチのね、リモコン、ジョイコンっていうね、両手のやつ、この本体から外して使えるね、リモコンがあるんですけど、それを持ってこういう風にね、こういう風にやって遊ぶ、そういう風なものなんですけど、これがね結構その反応がね、もちろん完璧ではないんですよ。そのこうやってね上げた時とかにちょっと多少ずれちゃって反応しない時とかもあるんですけど、それでもかなりね、そのなんていうのかな、やってて直感的に、ね、動かせる。このサンバデアミーゴってこの、6つ玉があって、画面にね、自分の体の周りに、でそこに向かってこう3マラカスを振るみたいなね、そういうようなゲームなんですけど、そのマラカス代わりにジョイコンを使ってやるっていうね、それがねなかなかそのなんでプレイしてて面白い。そもそもね、音楽ゲームってそのプレイしてるだけでもすごい楽しいんですけど、でそれに加えて友人とね対戦ができるんですよ。でコンボとか、対戦って言ってもそのなんていうの、直接殴り合うような対戦ではなくて、コンボとかをね、そのうまさで競い合うみたいな要素で戦うんですけど、でそれがね結構面白い。一緒にやってね、昨日はディスコードでボイスチャットしながらプレイしてたんですけど、それがね、かなり良かったんですよね。すごいそのノリのいい曲の中で踊ってて、でしかもああだこうだって言いながらね、誰がうまい、誰がどうとかね、そういう話をしつつやるのが結構楽しかったですね。で、新しい要素としてバトルロイヤルみたいなのが追加されてるんですよ。でそれもね、ちょっとそのモードをね一回プレイしてみたんですけど、まだ一回しかプレイしてないんですけどね、それもねなかなか良くて、そのバトルロイヤルは、全く知らない人たちとそのごちゃっとね集まって、でその中で順位を競い合っていく。で何ターンとかのフェーズがあって、でそれでどんどん先に進んでいくみたいな、最近流行りのバトルロイヤルモードのゲームですよね。
フォールガイズとかああいう系統につ ついてますけど、そういうような対戦ができる。でお邪魔のねアイテムがあったりとかして、それを、まあ、相手に送ったりとかして邪魔しつつ自分はコンボをつなげて点数を稼ぐみたいな、そういう遊びがあるんですけど、うん、なんかね単純にその音楽ゲームとしてね遊ぶっていうだけでも結構面白いんですけど、競い合えるっていう、その知らない人とでも知ってる人とでもそのレスポンスがあるっていうのがねすごく楽しい要素だなっていうふうに思いましたね、うん、まあダンスゲームって対戦もともとあるやつとか結構あるんですけどね、サンバでアミーゴも漏れずなんかその対戦との親和性が結構高いなっていうふうに思いましたね、うん、でなんかセガのゲームのね曲とかも追加されてたりとか、昨日はねちょっとやらなかったんですけど、でまあ一応でダウンロードとかをねダウンロードコンテンツで買ったんですけど、まあそのマツケンサンバとかねそういうやつもあったりとか、有名な曲とかねそういうのもあるんで、ちょっとそれもまあ今日もね一緒に対戦しようみたいな話をしてたんで、またね夜サンバダアミーゴやりたいなと思います。まあサンバダアミーゴやってるとねアーマードコアがプレイできないんですけど、アーマードコア、スターフィールド発売までクリアできんのかな、なかなか危うい感じなんですけどね、まあそれはちょっと頑張ってクリアしようかなと思います、うん、いやでもね本当に想像の10倍ぐらい面白くて良かったですね。ちょっと皆さんもそのオンラインで普通に対戦するのは4人まで、ルームを作ってね対戦っていうのは4人までで、ね、オフラインだと2人対戦できるんですよ。まあジョイコンが2つ必要ですけどね、うん、オフラインだと2人まで、でオンラインのワールドなんたらとかいうのは何だろう、何人ぐらいできるの、結構な人数でしたね、10何人とかそのぐらいでできる。まあなんか説明には1から8とか書いてあったんですけど、まあ、1回に戦うのはそうなのかな、ちょっとね分かんないですけどね、そこら辺は、うん、そこまで仕様を理解してないですけど、なかなかね面白いので、もしね買おうか買うまいかちょっと考えてるって人はぜひね購入を検討してみてください、はい、でその前にね、その前にってか、今日はねこれを買ってきたんですよ、これイムラヤの、イムラヤのねコシアンの小豆バー、まあ、小豆バーって硬いのでね有名な小豆バーですけど、それのコシアンバージョンがこの50周年ということでね、50周年ということで出たんですよ。なのでちょっと買ってきました、こんな感じでね、ということでおやつにいただきます。うん、おいしい、うん、硬いね世界一硬いアイスキャンディーでしたっけ、うん、そういうような称号が確か出てたはずですけど、うん、おいしい。まあ久しぶりに小豆バー食べましたけど、やっぱり小豆バーっておいしいですね。でね、小豆バーがいいところは、まあもちろんカロリー高いんですよ、すごい糖分が高いんでね、カロリー1本で110キロカロリーあるんですけど、なんですけど脂質がね少ないので、まあなんていうんですかね、ダイエットでお腹空いちゃった時とかには食べるのにはね、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあという感じで、まあ最後何の話か分かんなくなってきましたけど、まあサンバでアミーゴね、ぜひ購入してみてくださいっていう感じで、バイ。